鹿児島橋と鹿児島大橋の位置関係図かしこ橋と鹿児島大橋はどちらも三重県島市にある橋で本州と鹿児島を結ぶ。陸路で鹿児島へ入るには近鉄島線を利用するかこの2本の橋を渡る必要がある。鹿児島橋は1929年に初めて架橋され無人島だった鹿児島の開発を進めるきっかけを与えた。 鹿児島大橋は1970年6月に近畿日本鉄道が自社の開発した別荘地と鹿児島を結ぶために建設し、鹿児島の観光と住民生活を支える橋となった。両橋とも2016年の第42回先進国首脳会議において、鹿児島への入り口となる橋として交通規制の対象となっていた。かし橋は、 鹿児島の東側に架橋された橋である。国道167号の道路橋と近鉄島線の鉄道橋が平行に架けられている。橋長は20メートルであり、干潮時は橋の下を徒歩では渡ることもできる。橋長が短いため、鉄道で越えると橋を渡ったことに気づかない人もいる。最初の鹿児島橋は、大正時代に木組の仮橋として建設され、 1929年に本節の橋が架けられた。この時鉄道橋と人道橋が同時に架けられた。架橋地点は本州と賢島が最も近接したところが選ばれた。架橋以前の賢島は無人島であり、架橋は賢島開発の大事な一歩であった。賢島は土方で越えることのできる島という意味の勝越島が語源とされ、 加強時点でも干潮時には徒歩で渡れるほど水深が浅かった。現行の賢島橋は1962年に加強されたもので、1970年の賢島大橋開通まで賢島へ渡る唯一の橋であった。賢島大橋は賢島の西側に加強された三重県道17号浜島五線上の橋である。第42回先進国首脳会議の会場と、 なっていた、島観光ホテルの近くを通っている。1970年6月に竣工した、橋長153メートル、橋幅9.3メートル、海面からの高さ17.855メートルの鋼、三景観上自式アーチ橋である。橋には、歩道も整備されている。元は近鉄が、自社の開発した賢島対岸の別荘地と、 かしこを連絡するために建設した橋であるが、かしこと本州を結ぶ二本目の橋として、国道167号のバイパスとしての機能も果たすようになっている。また橋の開通した1970年は、近鉄創業60周年の年であり、橋の周辺にかしこスポーツランドと島マリンランドを同年に開業した。1980年代から三重県の管理に移行した。 2015年から2016年3月にかけて、伊勢島サミットに合わせて、当初計画から1年前倒しで、補修工事が行われた。また橋の周囲に放置された廃線の撤去作業を2016年1月25日から実施した。鹿児島大橋は、日本の夕日百選に選定されており、橋の上から見る夕日や、対岸の埋め立て地から見る橋という日が美しいとされる。 対岸では1月下旬から2月上旬と11月に夕日を撮影する人が多く集まる。橋の上からは真珠の養殖イカダが浮かぶリアス式海岸のアゴ湾が見られる。2007年に朝日新聞社が自社の会員サイトアスパラクラブで実施したアンケート調査では鹿児島大橋の夕日が日本全国で7位に入った。2016年5月10日に使用を開始した。 アゴカシコ島郵便局の風景院には、カシコ島大橋に沈む夕日が、アコヤ街を模した輪郭の中に描かれている。橋の近くに駐車場はない。2016年5月26日と27日に、カシコ島で開催された伊勢島サミットのため、カシコ島大橋を5月21日から5月28日まで完全に封鎖し、カシコ島橋では、橋の手前に、 外務省が保安検査場を設置して、賢島への入島を厳しく制限した。封鎖前から日本の橋の前では、日本全国から派遣された警察官による検問が実施され、ゴールデンウィーク明けの5月9日からは、検問がより強化された。サミット前日には、付近の道路を警察車両が頻繁に往来し、北海道系や兵庫県警の警察官が、 数百メートル間隔で配置される状況であった。伊勢島サミットの開催が決定した当初は、賢島橋と賢島大橋しか陸路で島い渡る手段がないことから外部からの侵入を規制しやすいと目され、警察庁の事前評価でも高い評価を得ており、三重県知事の鈴木秀隆も開催地選考の勝因の一つに挙げていた。しかし、 警備体制を構築する上で、鹿児島橋も、鹿児島大橋も橋長が短く、ほぼ陸続きであることなどが問題視され、警備しやすいという開催地線工事のキャッチフレーズは次第に使われなくなった。鹿児島橋付近に存在した保安検査場鹿児島橋は、外務省発行の識別証を保有する島民、島内への通勤者や出入り業者のみが通行可能とされた。 鹿児島大橋と同様に5月21日午前6時に稼働式の柵が閉じられた。橋の手前約450メートルの地点に保安検査場が設けられ、通過には厳重な検査が行われた。自家用自動車で入島する場合は保安検査場で警備員により車内やトランクの入念な確認が行われ、ID カードと車両証の提示が求められた。 保安検査を通過した後は、島内の目的地までオートバイに誘導されながら、走行する必要があった。近鉄島線及び三重交通路線バスの運休に伴う代行バス利用者は、保安検査場で、一旦バスを降りて、金属探知機による検査と手荷物検査を受けた。検査終了後は、一般の人は待機している、別のバスに乗り換えて、賢島駅へ、 サミット関係者はワゴン車で島マリンランドへ向かった。陸上交通は運休し、賢島港に発着するアゴ安定基線は、島地中海村に発着港を変更したため、保安検査場を通らなければ、賢島へ入れないようになっていた。係員の不慣れから運用初日に保安検査が30分待ちの行列になることや、 伊勢島サミット当日の5月26日午前3時頃には右翼団体の車10台が詰めかけるなどトラブルもあった。5月28日に保安検査場は運用を終了し関係者が備品を搬出した。賢島大橋の検問所賢島大橋はサミット会場である島観光ホテルに近く4月6日までに本州側に検問所が設置され、 通行車両の監視を行った。5月21日午前6時に、機動隊員らによって、可動式の柵が閉じられ、用心専用の通路となった。封鎖以降、警察官は通行不可であることを知らずに、橋の前に来た車両に対し、賢島橋を利用するよう誘導した。サミット当日は、約20人体制で橋の警備に当たった。警察官だけでなく、 警視庁や大阪府警の警察犬も投入して、厳戒態勢を取った。5月28日午前7時に、規制解除の号令に合わせて、警視庁の機動隊が策を解放し、入党規制が解除された。ありがとうございます。